はい、どうも、サトシンチャンネルでございます。今回は、スマホの新製品のご紹介でございます。それがね、何かと言いますと、キューボットキングコング5 Pro ですね。キューボットといえばね、以前ね、まあ、C30 とか、あとは C20 Pro だったかな。これらのスマートフォン、うちのチャンネルでもご紹介しましたけども、このキングコングシリーズっていうのは、タフネススマホになってるのが特徴でしてね、あの対衝撃、それから防塵防水設計になっているというのがこのキングコングの売りということですね。で、このまあキューボットのね、最新モデルでもあります、キングコング5 Pro は、いよいよ、Android 11を搭載してますね。いや、僕ね、まだ Android 11、一台も持ってないんですけどもね。はい。で、CPU の方は、ちょっとカタログではですね、MT6762D というふうに書いてあったので、これ何かなと思って調べたら、まあメディアティック製であるんですけども、オクタコア CPU なんですが、ヘリオ A25 と呼ばれるものです。まあ、前回、あれだったかな、ヘリオ A22 だったかな。はい、まあ搭載してましたけども、まあその CPU 性能からですね、32%、性能向上しているということです。1.8GHz と 1.5GHz となっておりまして、メモリは 4GB で、ストレージが 64GB なので、まあ、どちらかというとね、ちょっとまあ、エントリーモデルなのかなと、いった感じがしますね。それからね、ディスプレイサイズの方なんですが、6.088 インチということで、まあ、昨今のスマホね、もう 6.5 インチ前後が、まあ、当たり前になっている中、ちょっとサイズ的にはちっちゃいんですが、まあ、その分、まあ、衝撃吸収性を高めているというところでございます。解像度は HD プラスということで、720×1560 ドット。それからね、インターフェースはタイプ C になっておりまして、SIM カードスロットは、まあ、2スロットありまして、まあ、ナノ SIM が搭載できるんですけども、残念ながらですね、マイクロ SD カードとは排他利用となっております。ただね、外付けの、外部ストレージは追加することができます。それでですね、このね、スマートフォン、まあ、このタフネス防水というところですが、もう一つね、売りがあります。8000mAh のね、バッテリーを積んでるんですよ。これはかなりでかいですね。ユミデジの、パワー3よりも、まだでかいバッテリーを積んでおります。はい。まあ、さすがに8000もあれば、かなりハードな使い方をしても、1日は余裕で持つんじゃないですかね。例えば、SIM カード入れてテザリングしたとしても、Wi-Fi ルーター代わりに使ったとしてもね、まあ、スマートフォン目いっぱい使ってもバッテリー1日持つんじゃないかなと思いますけどもね。はい。まあ、てな感じでですね、まあ、今回はキングコング5 Pro をね、ご紹介しましたけれども、今日はですね、キューボットさんからプレゼントがございます。まあ、これね、動画説明欄に URL を貼っておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。これは何かと言いますと、カートに追加して通知を受け取るように設定しますと、このね、キングコング5 Pro が抽選で10名の方にプレゼントされますので、興味のある方はね、ぜひチェックしてみてください。というわけで今回は、キューボットのキングコング5 Pro をご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、まあ、うちのチャンネルでは、まあ、スマホに関する、まあ、情報なんかもまあね、時々発信しておりますので、最近あんまりガジェット系 YouTuber という、ちょっと薄れてきましたが、それでもね、ちゃんと、こういう風に時々ね、発信していきたいと思いますので、よろしければね、この機会にチャンネル登録していただけますと幸いでございます。というわけで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。